あ、今着きました。もう着きました。おはようございます。ということで、今回はタコ漁に使うドラムと油圧エンジンを職人の技でつけていただくところをご覧いただきます。それではどうぞ。あれ、前回僕が塗ったドラムです。いきます。おはようございます。そうこんぐらいなんじゃないですか。はい、いや、一回ね、下がるんだよ。はい、あ、そうなんだ。色がいいんだよな。はい、あんまり違って、はい、と思いますけどね、割と。なんせ、タコ漁初心者の僕には高さの調節、位置などなかなか難しい話ばかりでした、今回は。しかし、とりあえずつけてみて、その後に修正するということに決めました。上げるだけなので、はい、職人さんの手際のいいこと、そして道具の使い方、本当にやっぱりプロだけあってすごいですよね。全部綺麗でした。切り口滑らかですし、直角なところは絶対に曲がらない。素晴らしいものを見ましたね。あれを切るんだ、また。こんな初心者の僕にも詳しくちゃんとゆっくり教えてくれる職人さんたちが本当に心が優しい。最初はね、怖くて話しかけるのか迷っちゃいますけど、話してみたら皆さん本当に優しいです。バランスはここだな。そうだよ、バランス。はい、という感じで今回は、自分のタコの船に、ドラムと油圧エンジンをつけてもらいました。いや、自分らがやるよりすごいですね、やっぱ職人のその技というか技術が。見てもらったと思いますけど、ということで、まあ、ここまでいろいろ皆さんに協力してもらったんで、自分もタコ漁頑張りたいと思います。今回の動画はここまでです。それではまた。